反スターリン主義とはスターリン主義に反対する政治思想や運動である。抗議には共産主義の外部からも含めたスターリン主義への批判、否定の総称である。しかし協議には社会主義や共産主義の内部の思想の一つで既存の社会主義国やコミンテルンを系譜とする各国の共産党をスターリン主義として批判、否定し乗り越えようとする。 多数の潮流や立場がある。社会主義や共産主義の内部のハンスター臨主義は歴史的、思想的には多数の立場、潮流がある。まず、マルクス主義の革命主義やプロレタリア独裁を批判する改良主義の社会民主主義や修正主義、マルクス主義の権威主義を批判するバクーニーなどのアナキズムがある。次に、マルクス主義の立場から レーニン主義の一党独裁や民族自決を批判するローザルクセンブルクやソ連型社会主義を国家資本主義と否定する左翼共産主義などがある。そしてレーニン主義の立場からスターリンの一国社会主義論を批判してソ連を堕落した労働者国家と批判するトローツキズム、さらには1956年以降のスターリン批判などがある。日本の審査欲では 黒田寛一が反スターリン主義から、さらに反帝国主義、反スターリン主義を掲げ、現在でも角丸派や中核派などの基本理論となっている。スターリン主義の粛清や圧政を徹底的に批判したのはアナキズムであろう。ただしアナキズムは単にスターリン主義だけを独裁や圧政の張本人としたのではなく、トロツキズムも同類であり、 ボリシェビズムそのものを独裁と圧政の元凶として激しく批判し、さらにはマルクスとエンゲルスが共産党宣言で言うところのプロレタリア独裁をバクーニンが先駆的に批判したように、後にスターリン主義として展開される独裁と圧政のルーツとしてそれを激しく批判する。アナキズムはしばしば極左的な反共主義とも言われ。 アナキズムの反スターリン主義は革命的反共主義とも呼ばれる。ローザルクセンブルクはボリシェビズムの独裁を批判したが、その後継者である左翼共産主義は反例人主義の立場からスターリン主義を批判している。トロツキズムの場合はスターリン主義のソ連は官僚的に歪められ、堕落した労働者国家であり、官僚を打倒して、 堕落を是正する労働者による政治革命が必要とされたが、堕落していてもまだ、ブルジョア人による生産手段の所有を排した労働者国家であるという視点から、帝国主義からの破壊策動に対しては、無条件要望を唱えた。同様に、非正権共産党についても、反スターリン主義的な国家権力と同等な打倒の対象とはみなさず、誤った、公領。 路線で指導されているとしても、労働者階級内部の革命を目指す一潮流と認知し、批判しつつも必要な共闘は追求するという立場を取る。日本でも、第四インターナショナル統一初期局派の日本革命的共産主義者同盟及び、そこから派生した諸党派は、歴史的に独自候補を擁立できない場合は、プロレタリア統一戦線戦術の一環として、 社協へ投票せよと呼びかけてきた。これは他の震災翼党派が反議会主義を掲げ危険を呼びかけたり、中核派、核丸派ら、ハンスターリン主義派が社会民主党や立憲民主党などへの投票を呼びかけることはあっても共産党候補への投票を呼びかけることはありえなかったこととは著しく異なる行動である。このような立場は 国際組織第四インターナショナル統一初期局の共通の立場であるようだ。ソ連とは一時期、中祖対立として敵対した中国の毛沢東主義もまた、スターリン主義の一つであり、スターリン主義のアジア的先制形態とされる。中祖対立で、ソ連のスターリン主義と対立したことから、一部のハンスタ派の中には、 もう卓東主義を支持する動きもあったが、反スターリン主義全体からすれば、エピソードの域を超えることはなかった。黒田寛一が提唱した反帝国主義、反スターリン主義は、真のマルクスレーニン主義の立場から、スターリンによるマルクス主義の歪曲や世界革命への裏切り、日本共産党による1955年の武装闘争路線の放棄である六前教などを批判し、 さらに、トロツキズムの乗り越えとして、スターリン主義と帝国主義は同時に打倒されなければならないとする。ありがとうございます。